さあ相手を眼光鋭く睨みます。がっちりと向き合いました。世界チャンピオンのリク・マーテル、挑戦者のジャンボ鶴田。さあチョップ合戦、チョップ合戦、歯を食いしばる世界王者リック・マーテル。やや興奮気味、上樋口レフリーが冷静に冷静にというふうに世界チャンピオンに正しました。拳を作ります。ギラギラと光る目、世界王者リック・マーテル、小兵の世界チャンピオンでありますが非常にバランスがいい。このバランスをどう切り崩していくか。さあ流れが変わりそうだ。ジャンピングリーバウンド、激しく当たった。助走をつけてジャンピングリーバウンド、ヒット。顎の先端を砕きます。その後の流れだ。鶴田何を考えているか。さあここはもう波状攻撃が必要。もう一回ジャンピング2パットに位置を変えました。ジャンピング2パットが当たります。2連発、相手をキャンバスに沈めた。カウント2まで入ります。そしてバックからの攻撃、首を攻めています。スリーパーホールド気味に入りました。鶴田は非常に冷静な組み合わせを考えているんじゃないですか、竹内さん。そうですね、今のジャンピング2パットの2連発からですね、当然大技を狙ってくるかと思ったんですね。意外にやっぱりこういうすぐのスリーパーフォールド、フェイスロックですね、の体勢と非常にやっぱりオーソドックスな形で攻めてますね。どちらかというとバンガニア譲りのこのスリーパーフォールドは世界チャンピオンリック・マーテルの得意技ですがね、相手の技を盗みました。スリーパーフォールドに入りましてぐるぐる1回転力を加えます。両者汗が飛び散る熱っぽい熱湯の AWA 世界ヘビー級選手権試合になっています。今度はバックを取って、なんだ、バックドロップだ。バックドロップ、リック・マーテル相手の18番を奪いました。まさに技を盗んでますね、両者。こちらも盗んでます ね本当に相手の得意技を十分に知っています。世界チャンピオンのリック・マーテル、バックドロップでジャンボ鶴田を後ろに投げ飛ばしました。やや後頭部を打たれています。今度はサイドのスープレックスか。これも鶴田の得意の技の一つであります。リック・マーテルが見せました。まさに技が逆転、相手の技を取ります。勝負は15分があっという間に過ぎました。大阪府立体育会館、固唾を飲んで満員のお客様、この好勝負を見つめています。波はっこもびっくりという感じの世界選手権になりましたね、竹内さん。これほど本格的なそのストロングスタイルになると思わなかったですね。本当ですね。鶴田にとりましてはこの大阪のリング上で一気に三冠王といきたいところ。一方のマーテルの方はなんとかこのジャンボ鶴田に雪辱したいところ。腰の上では両選手1勝1敗1引き分け。今夜の勝負以下ではこの数字の上からも差がつきますからね。当然今日の試合がポイントになってきますね。そうですね、世界チャンピオンのリック・マーテル負けておりません。まあ、相手チャレンジャーがジャンボ鶴田ということで当然まあ全世界ヘビー級のチャンピオンですので今でもジャンボ鶴田を尊敬しています。最高一番記者会見でも未だ鶴田のコピーで結構だということを言ってますね。この辺がまた逆に不適したですよね。そうなんですね。何やらこのリック・マーテルの身辺を漂う空気を見ておりますと AWA の世界チャンピオンとしての長期王座の雰囲気が漂ってるんですけれども、そういう点ではいかがですか、竹内さん。そうですね、やっぱりもうフライングボディアタック、これは初めて出しました。今夜初めて出しました世界王者リック・マーテル、どうも失礼しました。この長期王座という点でどうでしょう。取った当初はですね非常に不安材料も多かったんですけどもね、やっぱりこの5ヶ月間で非常にいいものを見つけてきましたね。はい、今日のこの最大の敵を乗り越えると今年いっぱいは防衛しそうな気配ですね。もう今のところ AWA ちょっと敵なしの形になってますからね。そうなんですね。そういった点でも非常に大事なこの今夜の防衛戦であります。日本で行われるリック・マーテルの防衛戦2度目、シュミット式のバックブリーカーを合わせます。鶴田の動きが竹内さんやや止まりましたか。そうですね、さっきのフレインボディアタックでですね、ちょっと流れが止められましたね。そうですね、今度は反対にコブラツイストリック・マーテルが見せます。序盤戦には鶴田がコブラツイストで相手の腰をグーンと絞りました。お返しの技です。さあ何分にこの試合の流れを変える勝負がやってまいりますか。大阪府立体育会館、熱っぽい雰囲気、今日初めて鶴田コールですね。そうですね、これやっぱり鶴田やっぱり頑張りどころですよね。頑張りどころですね。コブラツイストを腰で切って返しました。さあこの後の流れ、ちょっと首を振ります。チャレンジャーの鶴田、腰を散々痛められました。盛んに打ちまくります。盛んに今度は序盤戦は首を狙っておりましたが、この展開になりましたが腰を狙い打ち、ボディースラム、
思い切って打ちます。そして相手を寝かせてひっくり返して、あっと2位アタック、まさに腰に狙いを定めましたね。今度は腰になってますね。首から腰ですね。ワンポイント攻撃、流れを変えてまいりました。攻め口を変えてまいりました。また一発、2位パットを首の付け根のあたりに打ちました。世界チャンピオンのリック・マーテルです。今度は頭を潜り込ませて、さあグラウンドでの展開、前回の 7.31 の防衛戦と比べてリック・マーテルはどうですか。余裕がありますね。マーテルの側にも余裕が出てきてますね。鶴田の攻撃です。ボストンクラブの体勢に行くか。鶴田の心中は何を考えてるんでしょうね。やはりですね、ちょっとやっぱり攻めあぐんでると言いますかね、攻撃にやっぱり糸口が見つからないという感じがしますね。なるほどね。それだけ世界王者のリック・マーテルが作戦上で相手を撹乱しているというふうに見てよろしいですか。やっぱり作戦が成功してるんじゃないですかね。ボストンクラブ綺麗に離しました。チャレンジャーの鶴田、やや攻めあぐんでいる印象があります。さあここから流れを変えるか。これバスターです。豪快に後ろに切って取りました。チャレンジャーのジャンボ鶴田、そのままカバーの体勢、一発では相手をギブアップできないでしょう。まだ場外乱戦はありません。ダブルアームスープレックス、人間風車であります。ダブルアームスープレックスは成功させた。華麗に決まりました。大きく層を描いてもんどり打ちました。背中を打っています。後頭部を打っています。この後の狙いは何か。チャレンジャーの鶴田、やっと本来のレスリングを展開できそうだ。さあ思い切った流れを作るか。まずボディスラム、そして鶴田が素早い動きで今セカンドロープに一気に駆け上がって、トップロープに上がってフライングボディアタックだ。さあこれでベルト奪還か。セカンドだ、ガッツ獲得。フライングボディアタック、これを見せましたが、しかしカウント数で破壊。王者リック・マーテル、しかしダメージを負っている。ダブルアームスープレックス、そしてトップロープからのフライングボディアタック、2連発効きました。2連発効いています。鶴田、3つ目の技は何か。ここは竹下一気に攻めなきゃいけません。しかしマーテルも反撃してますね。マーテルがファイルドライバー、ファイルドライバーの体勢だ。脳天食い打ちに行った。脳天食い打ちで一挙に攻守ところを変えまして、今度は世界チャンピオンの攻撃、またに一進一退ですね。あそこまで攻め込まれていてもやっぱりファイルドライバーでまた反撃してるわけですからね。スタミナができてますね。ネックブリーカードラップ、いつの間にか世界チャンピオンになって150日、本当にこのスタミナという点では十分なものを持ってますね。スタミナの配分はうまいですね。配分うまいですね。この時間を経過してボディースラムで相手を投げ返しました。そして今度は反対にビッグマーテル、トップロープ、さあなんだ、フライングボディアタックだ。これが得意中のナンバーワンの技。カウント 2.5 まで行きましたが、それが必死で盛り返し返しました。ジャンボ鶴田であります。ここで一旦場外に逃げます。今夜は AWA ルール、場外カウントは20まで場外でエスケープできることになっております。ここは竹内さん十分に休んでいいですね。そうですね、やっぱり待てません。世界チャンピオン待てません。さあ場外で勝負を初めて挑みます。思ってシュミット式のバックブリーカー、世界チャンピオンの表情生き生きとしています。シュミット式のバックブリーカーでジャンボ鶴田の背中、背骨を折りました。鶴田カウントが聞こえるか。鶴田カウントが聞こえるかどうか。今夜は AWA ルールだ。十分にここは休んで思い切ったこの後の勝負に備えたい。さあ体から当たります。世界チャンピオンのビッグマーテル、今度はエルボー打ってきた。鶴田先立ち、エプロンに両足を広げた。さあ鶴田ここから猛反撃に出るか。ロープ越しの両選手の対決であります。 AWA の世界ヘビー級の選手権、やっとこの辺りから両選手怒りの攻撃に変わってまいりました。予想してラリアットがパンチか。一瞬にして無理がありますが、どうやらラリアットのようだ。これは驚きました。ジャンボ鶴田がエプロンを思い切って走りまして、瞬間ラリアット気味にビッグマーテルの首を狙い撃ち。さあこれが反撃のパターンか。のろしが上がった。さあ奪還作戦は近いぞ。しかしカウントが続いている。今度はバックを取った。バックドロップ、両手いっぱいのバックドロップ。これで勝負がつくかどうか。ビッグマーテルを両手で打ち出した。完全にビッグマーテル伸びている。さあ上位口エフリーのカウントが続いているが、どうだ。カウントは最後まで進んできたようですが、さあどうでしょうか。これはリングアウト勝ちで
鶴田が勝負は拾いましたけれども、それでは AWA のルールでおそらくタイトルは移動しないでしょう。おそらくタイトルは移動しないんじゃないでしょうかね、竹内さん。ピンフォールではないですからね、ピンフォールあるいはギブアップではないですね。勝負には勝ちましたジャンボ鶴田。しかし押村君は鶴田の表情にも現れてますけれども、ベルトの移動はないでしょう。おそらくベルトの移動はないでしょう。あ、鶴田がベルトを要求してますけれども、今お客さんにこの AWA ルールが紹介されているところです。勝負には勝ちました。22分44秒リングアウト勝ち。リップマーテルまたまた企画を取りました。鶴田勝負には勝ちましたけれども、タイトルの移動はありません。ちょっと大阪